第七十六回アカデミー賞は二千四年二月二十九日にコダックシアターで発表、受賞式が行われた。司会はビリー・クリスタル。ノミネーションは二千四年一月二十七日に行われた。第七十六回アカデミー賞のノミネートは二千四年一月二十七日午前五時三十八分、PST にカリフォルニア州ビバリーヒルズのサミュエル・ゴールドウィンシアターにて、 アカデミー会長のフランク・ピアソンと女優のシガニー・ウィーバーより発表された。最多ノミネートはロード・オブ・ザ・リング・王の期間の11個、ついでマスターコマンダーの10個であった。受賞結果は2004年2月29日開催の受賞式で発表された。ロード・オブ・ザ・リング・王の期間はベンハート・タイタニックと並ぶ史上最多の11部門で受賞を果たした。 またノミネートされた部門すべてで勝利したが、これは恋の手ほどきとラストエンペラーの9部門を超える史上最多記録であった。さらに演技部門で一つもノミネートされずに作品賞を獲得した10例目となった。ソフィア・コッポラはアメリカ人女性としては初めて女性としても史上3人目の監督賞候補者となった。 また彼女は脚本賞を獲得したが、父のフランシス・フォード・コッポラと祖父のカーマインも受賞経験者であり、3世代にわたってオスカー受賞者を達成した2例目となった。主演女優賞にノミネートされた経営者キャッスル・ヒューズは当時13歳であったが、これは2013年にクアベンジャネ・ウォレスに更新されるまでは、同部門史上最年少記録であった。 ミスティック・リバーのショーン・ペンとティム・ロビンスはそれぞれ主演男優賞と助演男優賞を獲得し、男優の両部門を制した史上4例目となった。ピーター・ジャクソンは監督賞、脚色賞、作品賞を獲得した。ショーン・ペンは主演男優賞を獲得した。シャーリーズ・セロンは主演女優賞を獲得した。ティム・ロビンスは助演男優賞を獲得した。 レネーゼル・ウィガーは女演女優賞を獲得した。ソフィア・コッポラは脚本賞を獲得した。ドゥニアルカンは外国語映画賞を獲得した。アダム・エリオットは短編アニメ映画賞を獲得した。ハワード・ショアは作曲賞、歌曲賞を獲得した。アニー・レノックスは歌曲賞を獲得した。リチャード・テイラーはメイクアップ賞、衣装デザイン賞を獲得した。受賞者は 各項目最上段に、太字で、ダブルダガー、月のものである。詳細は、アカデミー名誉賞を、参照司会のビリー・クリスタルはこれで、受賞式の司会は8回目となり、余裕の進行ぶりであった。ターミネーター3、マスターコマンダー、ファインディングにも、恋愛的霊気、ロード・オブ・ザ・リング、王の機関、ラストサムライといった、ヒット映画のパロディや作品賞を紹介するメドレー。 ロビン・ウィリアムズのモノマネなどを披露した。ABC は放送中の不測の事態に対応するため、ライブではなく5秒遅れで受賞式を放映した。昨年亡くなった映画人を忍ぶインメモリアルにはトム・ハンクスが登場し、コメディアン、俳優のボブ・ホープの功績を称えた。ボブ・ホープはアカデミー賞の主会を18回も務めた。また、 ジュリア・ロバーツはオスカーを4度受賞した、キャサリン・ヘプバーンを紹介した。さらに、映画芸術科学アカデミーの会長をフランク・ピアソンは、同じく教会の会長を務めたことのある、グレゴリー・ペックにスポットを当てた。その他には、俳優のウェンディ・ヒラー、ホープラング、マイケル・ジェッター、チャールズ・ブロンソン、デビッド・ヘミングス、アート・カーニー、ロバート・スタック、グレゴリー・ハインズ、アラン・ベイツ、 ドナルド・オコナー、アン・ミラー、脚本家のジョージ・アクセル・ロット、デビット・ニューマン、監督のエリア・カザン、ジョン・シュレ・シンジャー、スタン・ブラッケージ、ドキュメンタリー作家のレニ・リー・フェン・シュタール、プロデューサーのレイ・スターク、作曲家のマイケル・ケイメンらの功績が称えられた。ありがとうございます。